はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、皆さんは毒邪神ベノミナーガというモンスターをご存知でしょうか？結構有名なんじゃないかな、このモンスター。まあ、特殊勝利モンスターとして、このカードね、まあ、すげえロマン詰まってんだよね。どういうモンスターかっていうと、まあ、今回はこのモンスター活躍させていくんですけども、このカードは通常召喚ができないと、邪神降臨の効果およびこのカードの効果でのみ特殊召喚ができるという、効果になってます。邪神降臨っていうカードの、まあ、実質効果でしか特殊召喚できないので、めちゃくちゃ出しにくいんですよね。ただ出せたらめっちゃ強いんですよ。このカードの打点が、自分の墓地の爬虫類族モンスターの数かける500アップする。だから、まあ、爬虫類がいればいるだけ、バック打点になるっていうことですね。でフィード上のこのカードは他のカードの効果を受けず効果の対象にならない。何にも来ません。怪獣でリリースはされますし、まあ、そういうのは例えば、サロス・エレス・クルヌギアスみたいな、ああいうモンスターでリンクス召喚の素材になるとかはありますけども、基本的には超融合の素材になったりとかもできないですし、何、相手のモンスター の, あの効果でなんかその除去するとかはないです、一切。だから打点めっちゃ高い状態にしてベノミナが出したらもう詰むんですよ相手。あれと同じです、 G アライバルサイバースと。でこのカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えると、このカードにハイパーベノムカウンターになるね。意味わからんカウンターを置いて、このハイパーベノムカウンターが3つ置かれたら、デュアルに勝利するっていう、そういう特殊、勝利の条件を持っています。で戦闘によって破壊されると、自分の墓地の爬虫類を除外すると、復活するっていう効果ですね。これが自身の効果の特徴か。で邪神降臨っていうのがこのカードになってまして、毒蛇王ベノミノンが戦闘以外で破壊された時に手札デッキからベノミナーガを特殊召喚できるよっていう効果になってまして、ベノミノンっていうのがこいつですね。まあ、ベノミノンは展開する効果が、結構多くて、これ特殊召喚、このカード以外のモンスターの効果では特殊召喚できないって書いてあるんで、別にカードの効果で特殊召喚できるんですよ。例えばリミットリバースであるとか、あとダメージレプテルとか、結構ね、魔法トラップの効果で特殊召喚できるんで、割とこれは簡単で、あとはこいつを効果で破壊すればいいんですよ。だから、まあ、別に、なんか、他の、カードの効果で破壊してもいいですし、相手の効果で破壊されてもいいですし、まあ、今回はこの、リミットリバースっていうカードを採用しまして、これが一番簡単なんで、墓地に送って、ベノミノンもリミットリバースで蘇生して、で、自分のターンにこっちを横にすると、リミットリバースの効果でこっち破壊されるんで、ベノミノン破壊されて、独自邪神降臨で、ベノミナーが爆弾っていう、この、まあ、ルートですね。で、これが簡単なんですよ。冥界のコンボを使えば。いつも通りね、冥界ムーブをしていきます。冥界っていうのは、圧倒的制圧効果も、さることながら、5枚ドロー、5枚サーチができるんですね。エッキドゥーナのサーチと、あとそれから、まあ、ラミアのドローで、5枚ドローと5枚サーチができるんで、まあ、揃うんですよ。このカードが。ものすごい揃います。はい。なので、もうほぼ簡単。しかも、手札に来てしまったベノミノを、墓地に送る効果はもうめちゃくちゃ多いですから、冥界の効果とか、あと、エイリアンの効果とか。すげえ簡単なんで、まあ、このギミック使うと、まあ、先行で止められなければ、まあ、ほぼほぼベノミナが、ベノミナが出ます。かなり簡単です。しかも、打点がめっちゃ高いです。打点、まあ、体感ね、7000以下なってことないですね。ベノミナが打点が。7000以下なってことなくて、まあ、大体8000ぐらい。打点が8000、何の効果も受けないっていう、まあ、やべえモンスターが爆弾するんで、早速ね、こいつをお見舞いしていきましょう。デュエル。スタンバイ。レプチレス芸人の皆さん、ごきげんよう。どうも、毒邪神ベノミナーガです。さあ本日はですね、史上最強のベノミナーガというモンスターをね、爆誕させる最強デッキをね、ご紹介していきたいというふうに思っております。はい。レプチレス芸人の皆さんはですね、この展開見たことあると思うんで、まあ、見たことある展開だなと思ったら飛ばしていただければいいかなと思うんですが、スネークレインまたは冥界の檻ヌルさんをですかね、手札にあると、爬虫類族最強の展開ができるわけですよ。はい。まあ、一応初めて見る方のためにね、説明しながらやっていこうかなと、思うんですが、とりあえずですね、ゾウハ君の効果発動。ゾウハ君の効果によって冥界の邪水源を墓地に送り、このモンスターを手札に加えていく。そしてゾウハを攻撃表示で召喚。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。キングレムリン。キングレムリンの効果発動。キングレムリンはオーバーレイユニットを1個使うと爬虫類族モンスター1体を手札に加えることができる。レベル4以下のね。そして、これによって冥界の
オリナイヤを手札に加えさせてもらう。そして冥界のオリナイヤは手札からぶん投げることによって光属性8ユルズモンスター1体を墓地に送る効果を持っている。これによってカースを墓地に送っていく。カースはフィールド上のモンスター1体をリリースすることにより自身を特殊召喚し、さらに墓地から冥界モンスター1体を特殊召喚できるという効果を持っている。これでキングレムリンをリリースし自身を特殊召喚。あ、ちなみにマスタス握ってるんで2ビルはケアできています。そしてカースの効果発動、ナイヤを特殊召喚していく。ナイヤは特殊召喚に成功した場合、冥界マジックトラップカードを1枚を、サーチすることができる。ナイヤの効果発動。おっと何かありますよ。なんかえでもこのタイミングでなんか、今何回得しましたっけ。1、2、3、4、5、あ2ビルかな。なんか2ビルありそうだね。2ビルありそうな気がするんだけど、なんか今チェーン的に、まあいいや。まああっても一応ケアできてるんで大丈夫ですね。さあこれでレプテレス、あレプテチャニア冥界のなんか、フロギを墓地に送って、墓地で存在するレプテレスコアトルを特殊召喚。そしてレベル4の、ナイアにレベル4のコアトルをチューニング。おっと来た、隕石来ちゃー。はい抹殺。このために1枚だけ入れてるんですよね、抹殺くんをね。抹殺じゃない、ニビルくんをね。隕石衝突回避。勝ったぞグレース、勝ったぞグレース。そしてニビルを除外してニビルの効果は無効になっていく。バリ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 、はいバーンと。そしてレベル4のナイアにレベル4のコアトルをチューニング、シンクロ召喚、炎山期マグマ。そしてレベル8のチューナープラスチューナー以外のモンスターを墓地に送り、史上最強モンスターアルティミタル・ビシュバルキン降臨。そしてアルティミドルビシュバルキンの効果発動。このモンスターの効果により、お互いのフィールドに好きなだけトークンを同じ数だけ生み出すことができるぜ。あまりに強え。すげえ効果だ。あちなみにねこれでなんかリンク召喚もできない状態にしてなんかターンを渡してロックするっていうね方法もなんかあるようです。はい。そしてリプロドックス君を特殊召喚していくぜ。イエー。そしてリプロドックス君の効果発動。リプロドックス君はリンク先のモンスターを宣言した種族に変えることができる。これによって爬虫類族にこのトークンどもを変えていくぜ。そして爬虫類族モンスターを含むモンスター2体で、リンク召喚現れよ。レプトレスエキデューナ、はい寿司三昧。寿司三昧ポーズね。そして、トークン2体でリンク召喚現れよ。 IP マスカレイナ。そしてレプテレスエキドゥーナの恐るべき効果を発動。レプテレスエキドゥーナは爬虫類族、あ、じゃあ攻撃力ゼロの相手モンスターの数だけ爬虫類族モンスターをサーチすることができる。これによってレプテレスニャミニヒュドラライトサーペントレプテレスコアトル、そしてエイリアンキッズを手札に加えていく。これが5枚サーチの爆発的展開力。リンクどんだけ展開伸びるっていうね、このデッキすごいですよね。そしてレプテレスコアトルの効果発動。レプテレスコアトルは自身を特殊召喚し、その後相手フィールド上の攻撃力がゼロのモンスターの数だけ手札からレプテレスモンスターを特殊召喚できる。現れよ。レプテレスヒドラとニャミニ、そしてレプテレスエキドゥーナとレプテレスニャミニを使ってリンク召喚。現れよ。エイリアンソルジャーマイティフレーム。エイリアンソルジャーマイティフレームの効果発動。エイリアンソルジャーマイティフレームは手札を1枚墓地を送り、墓地を送った爬虫類族モンスターのレベルの分だけエイリアンカウンターをフィールド上のモンスターに置くことができる。そしてライトサーペントは墓地へ送られた場合自身を墓地より特殊召喚することができる。そしてエイリアンソルジャーマイティフレームとライトサーペントでリンク召喚。現れよ。ソラバサミゼロオール。ゼロオールはリンク召喚に成功した場合エイリアンカウンターを置くことができる。カードを1枚手札に加えることができる。これによって惑星汚染ウイルスで完全にテラフォーミングをしていく。そして、墓地のニャミニの効果発動。ニャミニはフィード上に闇属性の8色モンスターが存在して、あ、違うわ、相手フィード上に攻撃力が0のモンスターが存在する場合このカードを墓地から特殊召喚できる。そしてレベル2のニャミニにレベル4のコアトルをチューニング、新規の召喚。現れよ。レプティレスラミア。そしてラミアは新規の召喚に成功した場合
相手の攻撃力ゼロのモンスターを全て破壊し、破壊したモンスターの数だけドローすることができる。完全に整った、整いました。そしてレプテレスメルジーヌもついでに特殊化しておこう。よし。そして、ソラバサミゼロールのモンスター効果発動。ソラバサミゼロールは、これは関係ない。ソラバサミゼロールはエイリアンカウンターを2つ除き、手札から爬虫類族モンスターを特殊召喚することができる。これによってエイリアンキッズを特殊召喚。そしてカードを1枚セット、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 カードを1枚セット。さあこれでターン終了するぜ。つえつえ、この5枚ドローでね、大体引きますから、コンボパーツ。そして惑星汚染ウイルスの効果によってエイリアンキッズを、ウォッチのフリー、お前がこれから召喚、反転召喚、特殊召喚するモンスターに全て A カウンターが置かれる。そしてエイリアンカウンターが置かれたモンスターの効果は全てソラバサミゼロの効果で無効化になる。郵送権限はいいだろう、双剣だな。こんなクソみてえな、謎の原竜族だかなんか死んねえかな。爬虫類族モンスターの前では無力なんだよ。さあソラバサミゼロの効果でお前のモンスターの効果は無効になってるぞ。そして守備表示にもなるぜ。残念だったな。さあ竜炎の効果発動するか。なるほどいいだろう。さあ竜炎の効果で、おっとめんどくせえ効果発動してくんじゃねえか。とりあえずメルジーヌの効果でお前の盾をゼロにしていくぜ。これがメルジーヌのパワー。メルジーヌのパワーによって相手のモンスターすべて攻撃力がゼロになる、ほとんどな。そしてリュウエンでトークンが出るのか。一応トークンは手札で発動召喚が無効なんだよってやつだな。俺なるといいだろう。さあシンクロ召喚をしたところでカウンターが置かれて効果は無効になるぜ。残念ながらてめえができることはもうねえ。はっ、いいだろう。さあなんだ、あ、そう、翔英、いいだろう。翔英君の効果も無効になってるぜ。あ、でも一応打点下がる効果は無効なんないんだ。なるほど。あー、そうか、永続効果は無効なんでやつか。なるほどな。とりあえずメルジーヌの効果で相手の打点をゼロにしておくぜ。攻撃力ゼロにしておけば何とでもなるこのデッキは。うん、さあ残念ながらめちゃくちゃゼロになっていくぞ。攻撃力が残念だったな。1200万はまあいいだろう。フュージョンデスティニー何まあ、出てきてもあんま関係ないですけどね、これね。あんま関係ないですけど、まあいいや、もうなんか、デストロイ出てきたところで何もできねえからよ、あいつ。はい。で、攻撃力が、またさ、あ、まあ、モンスター効果発動してんから狙わねえか。まあいいわ。メインフェーズ終了前。ああ、いいだろう。まあ、これはアクセス君の効果で、相手の盤面全部しょればいいから。まずは毒蛇王ベノミノンを特殊召喚するぜ。リミットリバースの効果でな。そしてベノミノンは、ベノミノンがすでに打点が高い。めっちゃベノミノンの時点でめっちゃ打点高い。ヌル君来たか。なるほどな。あー、ではまずは相手の盤面をお掃除するとしようか。ヌル召喚。そしてヌルとリプロドックスでリンク召喚。現れろトロイミアユニコーン。効果発動。このモンスターの効果によって手札を1枚墓地に送り、相手のフィールド上のカードを1枚を対象に取り、そのカードをデッキに戻すことができる。お前帰れ。ほい、よし。そしてアクセスコールトーカーをリンク召喚していくぜ。トロイミアユニコーンとマスカレナをリンクワーカーセット、サーキットコンバイン、現れよ。アクセスコードトーカー。そしてアクセスコードトーカーの効果発動。このモンスターの攻撃力を3000ポイントアップする。そしてアクセスコードトーカーの効果発動。このモンスターの効果により、墓地で存在するリンクモンスターをゲームから除外し、相手のフィールドのーカードを1枚破壊していく。さあくたばれ勝利。あ、それ効果使えるの？あ、それ効果使えるんだ。あ、めんどくさいね。あ、それ効果使えるんだ。あー、そういうこと？完全無効にはなってないからか。発動する効果は無効だけど、この発動する効果じゃないからってことね。あー、じゃあ、
無限法要ってことね、はい、無限法要でこれ無効にしたらいきますね。はい、よし。そして、アクセスコールトーカーの効果発動。アクセスコールトーカーの効果により、マイティソルジャーをゲームから除外し、お前のフィールドのモンスターを破壊していく。そしてアクセスコールトーカーの効果発動。このモンスターの効果によりリプロドックスをゲームから除外し、お前のバケも破壊していく。そして前文字して毒蛇をベノミノを、横にして破壊された場合、邪神降臨の効果を発動。ベノミノンのが破壊された場合、邪神降臨が発動され、ベノミナーガ様が特殊化される。現れよ毒邪神ベノミナーガ。攻撃力8000。くたばれー、ハイパーベノムビーム。ちなみに攻撃力が高すぎてハイパーベノムカウンターを3つ貯めることは絶対にできないぜ、このデッキでは。大変ありがとうございました。デクレアラーディバイナー、あー強いね。さあこれは一体何のデッキなんでしょうか。デクレアラーディバイナーからのトリアスヒエラルキアか。なるほど、トリアスヒエラルキアで、リリース特集わかんねえな今のところ。まだヒエラルキア、ワリキューレとかですか。代行者ですか。ちょっとわかりませんね。あー、わかりませんけど、これがマスターなのかバロネスなのかちょっとわかんねえけど、ブーテンとヒエラルキアでリンク召喚、シンクロ召喚、マスターフレアか。あー、オッケー、代行者ですかね。代行者、なるほど。圧倒的最強展開力を見せていくのか。マスターフレア効果発動。500ライフを支払うと弾出せる。なるほど。やべえな。なんか全然見たことねえモンスターなんかめっちゃ爆弾してるわ。メリアスの子供って誰。やばい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 、ギガプラントループじゃんこれ。すげえ盤面だ。すげえ盤面だおい。なんだそれ、ギャラクシーウェーブ、何これ。自分が薬師召喚するたびに相手だけに500ポイントダメージ。なんかすごいやばいこと言ってる。セイクレットトレミス、メシエセブン出た。いったいったで、トレミス効果で、オーバーレイユニットを1個使ってトレミス戻す。あー、なるほど。なるほど。これもしかしてあれですか、無限トレミス地獄ですかこれ。もしかして。あ、なるほど。これもしかしてあれ、ギガプラントの効果を使い回しまくって、これ無限にトレミスさせて500万するってこと。これもしかして俺トレミス16回特殊召喚されるの待たなきゃいけないこれ。めんどくさ。こいついつまでぶん回してんだよマジで。やばすぎだろ。クソ長えこの電気。クソ長えマジで。セイクレットトレミス出てきすぎだろ。まずい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 。残りライフは1500。タイムアウトで。嘘だろ。